どうも、りゅうです。コロカツチャンネルへようこそ。今日はですね、この前ウーダーとかね、PDCA とかね、PDR いっぱい話しましたけども、要は自分のミッションですね、どんな人生生きていくのか、どういうふうに生きたいのかっていうのを見つけたとしたら、あとどういう目標設定をしていくかっていう話をしていきたいと思います。今日のポイントはですね、スマートに行きましょうということです。それでは行ってみましょう。はい、この動画でですね、スマートというものを使ってですね、目標設定していきましょうという話をします。スマートですね、ここにバーン出ましたかね。まずですね、具体的かどうかですね、そして測定可能かどうかですね、で実現できますか、達成できますかっていうことです。そしてそれはそのミッションですね、例えば自分の人生に向かってですね、関連性がありますかって、そこをしっかり見極めた上で、いつまでにやりますか、いつからやっていつまでやるかっていうのをしっかりと決めましょう。次元的であるかどうかですね。この5つがスマートっていう理論でですね、調べたところ、英国ですね、イギリスの、まあ、その法的な機関のですね、尺度ツールですね、要はあの目標設定ツールとして使われてるっていう、結構あのメジャーなツールでして、何気なくはやってると思うんですけど、結構抜けがちなのが実現可能かどうかっていうのと測定可能かどうか、この2つがかなり抜けやすいっていうのと、あとただただ目標を立ててしまってて関連性がない、つまりそこのミッションに向けての関連がないことをしてしまっていることが多いんじゃないかなってなります。まあ僕の今ねやってる仕事が作業療法士っていうのをしてますけども、作業療法していく上でもですね、目標を立てるんですけど、それがこっち側の目標になってたりすると意外と関連性がなかったりするんです。要はその対象の方の人生におけるミッションにおける関連性のあるゴールですかっていうのがめちゃくちゃ大事になってきて、こうなると達成可能かどうかこっちが決めるんじゃなくて、その人が達成したいかどうかっていうところからまた始まります。そしてその上で過去の事例があればよしですね。で可能性が低いかもしれないけど、その人がやりたいってなった時にはやりましょうっていう形になるかもしれないです。これなんでかっていうと、可能性とか結果なんていうのはブーカの話しましたけど、もう確実なものなんかないですよっていうことです。今どんな方法を使ってどんな可能性が出てくるかわからないです。ただ達成が難しいかもしれないことを分かった上でチャレンジするっていうスタンスですね。これは無駄がないかなと思いますので、チャレンジを応援していく立場である僕たちとしては、本人はそうしたいっていうんであればですね、シェアードディシジョンメイキングですね、本人が決めた意思決定をね共有して一緒にやっていきましょうって、ただこういう方法もありますよって提示してあげれるのが専門家かなと思うので、より効率的で結果につながりやすいものを提案していくっていうのをさせていただいてます。それでは一個ずつ見ていきましょう。まず S ですね、具体的にっていうことです。例えば今日一日の目標を立てましょうってなって、今日一日自分のミッションが僕だったら、周りの人をね笑顔にして幸せにして、そして安心して暮らせる社会を作っていきたいっていうのにしてるんですね。そしたらそのために僕が1年間でしていくゴールって何かなっていうのを決めた時に、とりあえずはまずいろんな人と出会わないといけないっていうことです。そしてそこでつながりを作っていかなくてはいけないので、少なくとも、100人ですね、1年間で100人の人と関わってですね、それは勉強会とかセミナーとか、あとはコーチングとかしていきながら、まず100人の方と関わってですね、そしてその方々と個別の関わりを持ってですね、で悩みを相談したりとか解決していったりとか、勇気づけをさせていただいてチャレンジするきっかけを作るとか、もしくは勉強会のコミュニティをね一緒に作ってやっていくとかして、行動していくと。でまだ深くいくと、例えばじゃあそのためにどういうふうに関わっていくのかっていうと、僕はインスタで発信したりとか、 YouTube で伝えていったりとか、生放送をしたりとか、ね、もしくは Zoom の、オンラインセミナーを開いたりっていうのをして、どん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 関わりができる環境を作っていく。
で、公式の LINE も作っていくので、そこでのやり取りもしながら、その個人個人の、不安とか悩みとか将来に対する、展望がしにくい状況っていうのを一緒に解決していきましょうっていうのを改善していく。で、出会いのきっかけと出会ってからの関わり方っていうのを含めてつなぐことで、僕の将来の目標に向かっての行動を具体的にしていく。じゃあどうするのかって、測定可能かっていうところですね。で、これが M ですね。スマートの M ですね。メジャーってやつですね。で、ここは何かっていうと、さっき言った100人とか1年とかっていうふうに区切ってしまうってことです。数値化することですね。で、例えばそのためにはインスタグラムで、僕今1000人弱なんですけど、例えば2000人ぐらい目指していく必要があると。で、その中でも、月に10人ぐらいは直接コンタクトが取れる人を作っていく。もしくはセミナーで言ったら、勉強会とかですね、セミナーとか体験会をやるときには、10人ぐらいとなるべく月に関わっていくようにして、参加者を募っていくっていうふうに細かく設定していきます。で、例えば僕の場合は4月から、しっかりと立ち上げていくので、4月の起業、今12月なので4月までに、インスタ例えば1500人ぐらいに持っていくとかですね、あとは、YouTube あと50本ぐらいは上げていこうかなとか、あと生放送ですね、生放送の時の、視聴者数を、今最大でもね13とかなんですよ、最大が。なので、30は目指しますとか、あと何かな、まあそんな感じで、数値化していきましょうというです。ここね、結構皆さん嫌がっちゃう人も多いし、さらに言うと何パーセントかみたいな、例えば1年間が 100% ですとしたら、4月の時点では 40% は満たしますみたいな、ざっくりでもいいので、こうパーセントでね表示するっていうのを自分なりにね数値で出すって癖をつけるためにもやった方がいいかなと思います。で、実現可能かどうかなんですけど、これ全くやったことがないことに関してはやってる人の情報をもらってしてみてくださいということです。例えば僕やったらコーチをしてる人とか、いろんな情報を、ね、発信してくれたり、こうオープンにしてくれてるので、それを見ながらですね、あ、いけそうなのかな、どうなのか、実際やってる人いるのかなっていうのを見てます。で、あ、これいけるんだろうなとか、いける人もいるんだなと思ったら、一人でもやってれば、あ、可能なんだなと僕判断しちゃうんで、あ、よし、やってみようと。もしくはいなかっても、まあ、やってみたいというのはどうしても出ちゃうんですけど、一応はこのスマートでいくと、いる、実在してるっていうね、要はロールモデルになる人がいるなと思ったら、そういう人を見つけた方がいいですね。で、自分のミッションに関連してるかどうかっていうのは、自分のミッションステートメントですね。自分の人生の使命ですね。そこに向かってやっていくのに必要な目標だというんであれば、OK。うまくね、こう自分のミッションに向かってる目標にするっていうことですね、はい、そしていつまでにやるか、まあ先で1年とか、もしくは4月もやったら4ヶ月っていうふうに決めてしまうということです。これ達成できないことをしないようにしようとか考えると、どん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 やりたくなくなったりとかしんどくなっちゃうので、まずはやりたいかどうかやっていこうっていう気持ちにして、そして具体的に行動するためにさらに細かく細かくしていけばいいので、まずは1年とか半年とかちょっと大きめに作って、その後3ヶ月、1ヶ月、1週間、1日みたいにどんどん落としていく練習をしていけば、こなしていけるようになりますので、まずは大きなミッションを立てる、ミッションにつながっていくゴールになってるかを決める、そしてそれに向かって細かい目標をいっぱいいっぱい立てていくということです。で、うまくいかなかったらまた修正して立て直していくっていう感じですね。計画を立てることが大事かっていうよりは、さあいざやっていこうとなった時に動けない方で、計画を立てたいという方めちゃくちゃ多いと思うんですよ。で、僕も意外と立てずにバンバンやっちゃう方なんですけど、まあよし動こうってなった時に、細かくパン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 とこう大まかでも作る時にスマートっていうのをしていくと、やってる自分っていうのははっきり見えるし、何のためやってるのかなとふらつかないっていうのはあるので、習慣化していくために、まあ、まずは慣れていくっていうためにやってもらってもいいかなと思います、はい、スマートですね。具体的に測定可能で、達成可能、実現可能、かつこれが、ね、ミッションに対して関連性があるのかどうかで、次元的かどうかですね、この辺をですねしっかりと意識して立てていくっていうのは大事になってきます。難しい、もしくは抜けやすいのが、この測定可能かどうかっていうところ、そして次元的かどうか、これ結構抜かってます。僕も仕事してる中で
かなり後輩の子とかとやり取りするときにもうほぼほぼここ抜かってくるので、伝えたりするようにしてます。これ意識するだけで全然マインド変わってくるので、しっかりと習慣的にやっていくようにすると不安感が消えます。不安感が消えてくるとあと行動するだけになります。で、行動できないなと思うんであればできる目標にちっちゃな目標にしてください。一歩のその一歩をちっちゃくするだけで動きやすくなります。まずは練習です。やってみてください。書いてみてください。そして分からなければまたコメントですねいただけたら対応していくようにしていきます。はい、で LINE アットね、作っていくので、またそういうスマートやってみたとかウーダーやってみたとかですね、もしくはいろんな動画のワークをやってみたという方でちょっと分からないなという方はですね、ぜひ登録いただいてですね、個別のご質問いただけたら僕はしっかりと答えていくようにしますので、よろしくお願いします。それでは今回の動画ですね、よかったらいいね、もしくはコメント、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。